アメリカ研修で講義を受けていたときに、どうしようお手洗いに行きたいと思いました。で先生に、Excuse me, where is the restroom? と聞きました。すると先生は、Over there! と教えてくれました。こんなサインを見たんです。え、何これ見たことがある気がする。 アンパンマンに出てくるバイキーマンだと思ったんですけど違うんですね。実はこのサインの下に文字が書かれているんです。インクルーシブレストルームと表示されていますよね。どのような意味なのでしょうか。これは性別に関係なく全ての人が利用できるお手洗いを指しています。アメリカではトランスジェンダーの方に配慮してこの言葉を使っています。 私はミューザ川崎シンフォニーホールでコンサートの企画制作をしています。ホールに出入りする人々を観察するとよく思い浮かぶことがあるんです。あ、この方常連さんだなとか、あ、この方は初めての来場だろうか。そういえば最近見かけのあのおじいちゃん、今どうしているだろう。昨年の夏に開催したイベントでは、 来場者の約70が50代以上でした40代以下の方々にももっとホールに足を運んでもらえるように私が勤めるホールを含め日本の劇場やコンサートホールそれからオーケストラもインクルーシブであると良いなと思いましたインクルーシブとはこのように地上にあまねく降り注ぐ太陽の光と同じように すべての人が利用できる劇場やコンサートホール、それからオーケストラを指しています。このお手洗いで出会ったインクルーシブという言葉はホールの運営をしていく上で私にとってとても重要なキーワードになりました。このインクルーシブは日本の劇場やコンサートホールにも応用できる概念だと私は考えています。この視点で周囲を見回すとこれからお話をする アメリカ研修で学んだこと3つててがインクルーシブに当てはまるのではないいかと思いましたアメリカの名門オーケストラフィラデルフィア管弦楽団のオルガン10周年記念のコンサートを聞きに行った時の話です。まだ演奏が始まっていないチューニングの段階でコンサートマスターがオルガンの「ラ」のキーをタッチしただけで客席が大変盛り上がってたんです。 ここは盛り上がるところだろうか。私はこの日の来場者は一体どういう人たちなのだろうと思いました。アメリカには1都市に1オーケストラが原則です。スポーツに置き換えてみると分かりやすいかなと思います。地元フィラデルフィアの野球チームはフィラデルフィアフィリーズです。この地元の野球チームを応援する人々と同じように この日の演奏会の来場者はフィラデルフィア管弦楽団の熱心な地元のサポーターだったのではないかと思いました。さて、皆さんはアンドリュー・カーネギーをご存知でしょうか彼は鉄鋼デザインを成し、えー、ニューヨークの音楽の殿堂カーネギーホールを建てました。この,あのホールの見学ツアーに参加した時のお話です。ちょうどランチタイムの時間だったんですね。 ツアーガイドさんが約2800席ある美しいメインホールを案内してくれました。1時間のランチタイム見学ツアーがとても有意義で、まるでフルコースの料理を味わっているかのようでした。実はこのツアーガイドさん、フルタイムで別の仕事をしながら、ランチタイムの時間にこのツアーガイドのボランティアをされている、とのことでした。 もしかしたら、このか、ボランティアさん、この日はお昼をとっていないかもしれませんけれども、代わりに別の日のコンサートのチケットを無料でいただきました。ごちそうさまです。<laughs> さて、若いファンを育てるために、研修先のフィラデルフィア管弦楽団が取り組んでいることをご紹介したいと思います。このオーケストラには、21歳から40歳までの人々を対象としたヤングフレンズ、 という友の会会員制度があります。会員になってチケットを購入すると、ヤングフレンズイベントに招待されるんです。具体的には、こちらの、えー、と施設内のバーでドリンクを、コンサート後なんですけど、コンサート後にドリンクを片手に、楽団員や指揮者、それから他のヤングフレンズと会話を楽しむレセプションに参加できるんです。この制度の大きな特徴は、 オーケストラがヤングフレンズ自身の仕事にもメリットがあるようなネットワーク作りに関わっているということなんです。一方、オーケストラは将来的に支援をしてくれるパトロン候補を育てたいと思っているようです。それでは日本の劇場やコンサートホール、それからオーケストラもインクルーシブであるためにできることを考えてみたいと思います。 私が務めるホールではジュニアプロデューサー企画を行っています。これは川崎市内の小学生を対象としたイベントです。子供たちが自分でコンサートを作っていくんです。会議を重ねる中で企画の中身を考え、プレスリリースなど広報をし、そしてお客様ご案内業務など当日の運営までを自分たちで行います。これまでに約50名の 子供たちがジュニアプロデューサーを経験しました。じゃあ、ジュニアプロデューサーを経験したら終わりさよならということではなくって、その後もコンサートホールならではの体験をしてもらう機会を作っています。具体的には、このようにピアニストの方なんですけれども、えー、アーティストと子供たちが直接対話をする機会を設けたり、あるいはオーケストラの公演に招待するなどしています。 日本の劇場やコンサートホール、それからオーケストラもインクルーシブであることによって、えー、東京だけでなく日本や世界中に美しいハーモニーが広がるのではないかと思っています。最後に、私は5歳から9歳までアメリカで過ごしました。帰国してから日本で生活を送る中で学校の友人にからかえられる時があって、えー、後から考えると、 インクルーシブ私はインクルーシブな社会にいないような気がしたんです。例えば、日本語の発音が違った、おかしかった時に、私はのけもれにされたような気がしてちょっと悲しくなりました。一方、果たして私は、今の私は、インクルーシブな人間なのだろうかと思う時があるんです。 私は職場の同僚、友人や海外の方など、価値観や自分の考え、立場が異なる方と接するときに、時々心のシャッターが降りていることに気づいたんです。この心のシャッターを意識的に開けることによって、自分自身もインクルーシブな人間になっていくのだと思っています。ありがとうございます。